片瀬駅は大韓民国ソウル特別市水総区片瀬道にあるソウル交通公社2号線の駅。駅番号は相対式ホームに面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口は東側と西側の2カ所あるが、東側の改札口は内回り、外回りホームで別々に設置されている。化粧室は改札外にある。 エレベーター完備。出入口は1番から4番までの計4箇所ある。リニューアル工事前のホーム2007年1月、地下鉄駅に発岩物質であるアスベストが検出され、検出が確認された14駅のうち、片瀬駅が最も深刻なことが調査により判明した。これにより、アスベストが検出された駅を特別管理対象に指定して、 アスベスト除去作業を進行しようとしたが、片瀬駅では、アスベスト除去作業時に空中に飛散する危険性が高く、アスベスト除去のために片瀬駅を一時的に閉鎖する計画を策定した。しかし、片瀬駅を利用する市民の不便を考慮し駅を閉鎖せず、列車が運行されていない早朝の時間帯に工事が行われた。この工事は2008年12月に終わったが、 しばらくして再調査した結果アスベストが再び検出され、不良作業論議が起こった。その後、ソウルメトロにより方正規を大規模改装工事をすることになり、2009年9月にリニューアル工事が完了した。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り、ありがとうございます。